はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。なんか相変わらず黒いですよね。まだね、だんだん白くなっていくんじゃないかなと思うんですけれども、昨日ですね、久しぶりにこの部屋で収録をしました。1ヶ月ぶりでした。やっぱりですね、落ち着くとか、戻ってきたなとか、お帰りなさいみたいなですね、やっぱり Q さんはこの部屋で撮るのが一番いいですよねみたいなですね、コメントいっぱいいただきました。で、僕もそう思いました。で、そのせいかなんかですね、再生数も結構上がりまして、最近ね、もう再生数とか本当はね、皆さんにとってはどうでもいいかもしれませんけども、僕は活動縮小ですね、やっぱりその無視できないという部分がありまして、やっぱりね、セミナーを切り張りするとかですね、外で撮るっていうのもいいかもしれませんけども、やっぱり僕のベースはやっぱこれだなっていうことで、やってみたわけですね。で、その中で何の話したかっていうとですね、ほとんどアドリブで話したんですけども、人生はゲームであるって話ですね。で、それ自体は僕のね、そのオリジナルの発想ではなくって、いろんな人がですね、いろんな切り口で言ってるわけですよ。それこそですね、ドラクエだったり、そういったゲームね、これピコピコピコってするゲームね、スペランカーみたいな、もうすげえハードなゲームもありますけどね、イージーな、その優しいゲームっていうのはあんまり売れないんだろうけども、いろいろあるわけですよ。でね、その人生はそのハードモードだったり、イージーモードだったりですね、いろいろあると思います。で、もっぱらですね、やっぱりその反響というか、すごく心に響いたっていう方の中にはですね、いや、今自分の人生すげえハードモードなんだよっていうですね、結構いらっしゃるわけですよ。で、僕自身ですね、今じゃあハードかどうかというと、正直言ってそうでもハードでもないわけですね。なぜハードでないかって言ったらですね、いや、それは状況がとか恵まれてるからってね、それは客観的なことあるかもしれません。だ、そういう意味では、それは Q さんのポジショントークじゃないですかってね、要はその、いい状況に行ってるから、そういうふうに上からね、なんか目線で言ってるんじゃないですかって言われるかもしれませんけども、昨日ね、決してそういうわけではないという話をしたわけですよ。で、そもそもこういう生活をしてるっていうのはですね、非常にストレスに溜まることでして、YouTube で好き勝手にね、話してるかもしれませんけども、やっぱりそれはそれでですね、何日か前の僕の東京の公演のね、動画を見てもらえたら分かると思うんですけども、これはこれで結構苦悩とかですね、あるわけですね。で、願いが叶えば叶うほど人はやっぱり苦しみを増幅させるっていうですね、そういったパラドックスもあるわけですよ。で、そうやってね、稼いだり目標を達成したり願望を実現したりですね、夢をね、どんどん実現する手にしていくっていう中でですね、確かにプロセスにおいて喜びはあるんだけども、でもやっぱり次から次へとですね、新しい目標があって、その目標が自分を苦しめてしまうという話を東京でしたと思うわけですね。で、そういったパラドックスも、僕も夢を叶えるとかですね、目標達成という話をしながら、どうしてもそのパラドックスですね、つまり夢を叶えれば叶えるほど苦しくなるんだっていうですね、逆説、そこから抜け出せないでたっていうことがあったわけですよ。で、それは実はつい最近もそうかもしれません。で、じゃあどうやってそれを抜け出すかというと、やっぱり夢をね、貪欲に叶えていくことしかないんじゃないかなということで、僕なりに頑張ってきたと思います。その頑張り方もですね、僕も上手になってきましたんで、それはそれで力を抜いたりいろいろやってたわけですね。だけどもやっぱり、マクロで見るとですね、やっぱりそのずっとね、人参ぶら下げて走ってるようなところもあるわけですよ。でも今回のね、チャリンコの旅で、なんかそういうことがすごくパーって抜けたと、今こういう抜けたという錯覚をしてるだけであって、結局元に戻るんじゃないかなっていうね、そういった思いもあるわけですよ。でもそれはそれでいいのかなっていう気がするわけです。いずれにしてもですね、人生はゲームであるっていう言葉に対して、いや、そうじゃないんだと、そんなゲームなんかと一緒にするなっていうふうに反論する人はですね、この僕の動画をずっと見てるような方ではないと思いますよね。だから人生はね、ゲームでありね、ロールプレイングゲームであり、自分の経験をさせていって、その自分の安全領域だったりですね、自分の経験値を上げていく。で、最終的に何をするか分かんないんだけども、宇宙に帰るまでのですね、プロセスを楽しむゲームなんだよって話については結構賛同していただけると思うんですよ。なんだけれどもね、やっぱりね、今結構苦しいんだよねっていうのがあるわけですね。本当苦しいんだよねってのもあるわけですよ。ただね、その苦しいんだよねっていう環境状況ですね、こういうと非常に極端な話かもしれませんけども、この僕の動画を見てる時点で、おそらくこの世界の多くの人から見るとですね、非常に恵まれてるんじゃないかなと思うわけですよ。というのはですね、こういうと本当にポジショントークみたいにですね、批判されるかもしれませんけども、僕一応53カ国旅しまして、いろんな地域、いろんな、人々見てきたわけですね。例えばさらアフリカとかインドとかですね、中東とかですね、様々な国いろいろ見てきたわけですよ。で、やっぱり日本とか、欧米は圧倒的に恵まれてますね。東南アジアも最近すごく恵まれてるかもしれませんけれども、やっぱり中にはですね、僕20歳の時に初めてインドのカルカッタに行ったわけですね。当時はコルカタではなくカルカッタだったわけですよ。で、もう雨季8月でした。で、コルカタの空港、カルカッタの空港に着いてですね、なんかよくわかんないその
タクシーに乗せられるわけですよ。タクシーまでですね、引率してくれる人が、引率というか勝手についてきてるだけなんだからね、もう腕がない人がガーって来るわけですね。で、まあ、チップよこせ、チップよこせって来るわけですよ。で、それでまあ大体30分か40分ぐらいですね、街中までタクシー走るわけでしょ。でも、えらいところに来たなっていう思いをね、それぞれまあ僕、仲間と言ってたんだけども、するわけですよね。で、初めてその宿に泊まったんだけども、もうネズミが出てくるような宿ですよね。で、まあ、ちょっとね、それぞれ、うわ、ちょっと俺たちやばいところに来たよねっていうですね、初めてそういう心配みたいなことをみんなで言い合って、まあ、少しリラックスできたわけですね。で、外に行くとですね、まあ、なんとそのおじさんがまあ座ってるわけですよ。で、その横にですね、なんか麻袋をね、袋の中に入ってる人間がね、2人いたわけですよ。ただその2人の人間の手足がなくて、だるまのように、つまり亀のようにですね、顔だけグワーって出してですね、それでその親分がですね、金よこせって手招きしてるわけですね。で、そういうの見た時にですね、しかもその人もちっちゃい子供じゃないですよ。もうなんかだいぶ40歳か50歳ぐらいのですね、こんな姿でずっと生きてきたんだなと思うと、まあこれ極端な話ですけどもね、まあで、これ見てる段階で相当と僕は恵まれてるんじゃないかなと思うんで、まあ、それと比較をするのは本当ね、もうね、極論に過ぎないかもしれませんので、そんなこと言われても今僕のこの自分の私の人生ね、このゲームがさ、かなりハードモードなんだよって言われるかもしれません。でもね、やっぱり、そういった視野を広げるっていう、僕はたまたまそういったいろんな国を旅して、地域を旅したことによって、視野を広げて、つまりもうちょっとね、抽象度を上げた視点からね、物事を、世界を見るようになったのかもしれません。だけどまあそういった意味でですね、世界を見ました、人々を見ました、で、あと本も読みました。まあ、印象的な本としてはですね、ビクトール・フランクルの夜と霧という本、まあ、読まれたと人結構多いと思うんですけども、当時ですね、その心理学者であるビクトール・フランクルですね、その方がナチスの収容所に入ったわけですよ。まあ、それは想像を絶するですね、肉体的にも精神的にも過酷を極める環境だったわけですね。で、その中で、まあ、そこの主題だけ言うとですね、結局多くの人が肉体的精神的な過酷さに負けて亡くなっていくわけですね。自然死していくわけですよ。つまりですね、別にバーンって殺されるわけじゃなくって、もうその過酷さに自分で自分をもう本当に、ね、追いやって勝手に亡くなっていくっていう、それが日常茶飯事なわけですね。その中でも生き残って、そして終戦を迎え、そして、まあ、故郷に帰るというですね、そういった人々もいたわけですよ。で、何が違うのかといった時に、ビクトル・フランクルはですね、心理学者というリソースを、まあ、一応それを客観的に見てですよ、人生に意味とか希望をね、希望と言ってたかな、分かんない、でも意味を求めてる人、こそが、最終的に生き延びるんだっていう話をするわけですね。だ、その本はですね、まあ、その僕も含めて多くの人に勇気とかですね、人生とは何かっていうことを考えるきっかけを与えてくれたわけですよ。で、その中でですね、僕は非常に印象的なシーンがあるわけですよ。で、ある日ですね、まあ、収容所に入ってるその、ね、ナチスのユダヤ人の、ね、人たちが、まあ、一日中寒い中をですよ、あれどこ、ポーランド、アウシュビッツだったと思うんですけども、まあ、北の方で結構寒いわけですよね。北海道、真冬の北海道を持ってもらっていいと思うんですけども、そこで暖房もそのね、暖を取るような施設もなく、設備もなくですよ、ずっと働いて、そして夕方です、夕方ようやくですね、一杯のスープをもらう時間が来たわけですよ。一応ね、その食事を与えられるわけです。だけども、もうなんかどうなんだろうね、人間が生きていく上で最小限って言っていいかな、それ以下だと思うんだけど、それぐらいの、食料しか与えられないわけですね。で、ようやくその1日のね、一杯あるスープをもらうときに、なんと仲間がですね、すごい声で呼び止めるわけですよ、ね、おいみんな、ちょっと外に出てみろと、今からようやく温かいスープをもらえる段になってですよ、仲間ですよ、それはそのナチスのね、その守衛とかじゃないですよ、仲間が外に出ろって言うんですよ。おいみんな出るんだって言うわけですよ。で、なんだと思って見たらですね、夕日を見せたかっただけなんですね。つまり地平線に沈む夕日を見せたかったと。で、その瞬間にビクトル・フランクもですね、あ、そうか、この夕日が美しいという、そういったことを、こんな過酷な環境でも感じることができるんだなっていうことを、まあ、知ったということなんですね。で、その過酷な人生に絶望しかない、本当ね、もう言ったら申し訳ないですけどね、僕のこの動画見てる段階で、まあ、ハードモードの人いるかもしれませんけども、でもそのナチスの収容所に入っている人たちはですね、もうハード、もう激ハード、なんだ名前がつかないぐらい、もうスペランカーっていうゲームがありましてね、5ミリぐらいのね、とか5ミリか分からんけどさ、ちょっとした膝ぐらいのとこ飛び降りるだけで死んじゃうというですね、非常にね、むずゲーがあったんだけども、まあ、それはちょっと話がまた変なふうになるんで、戻しますけれども、ね、もう過酷な状況な、超絶ハードモードなわけなんですよね。
そのハードなモードでもですね、夕日が沈む姿を見て、そして感動して涙流して、よし生きようという希望に結びつけられるっていうのは、それは本当にね、その他の動物ではない、昆虫でない、人間だけが持つ感受性なんじゃないかなと思います。それはまあ宇宙人とかね、そういう存在がいてさ、その人たちさえも僕は持ってないかもしれない。人間だけがですね、過酷な状況で美しいということをですね、感じることができる。それによって自分はこの美という美しいものを感じるために今この瞬間生きてるんだということを、まあ、知るわけですよ。でそうやって過酷な環境で希望もですね、夢も何にもない状況でも一日一日を生きて、まあ、最終的にはね、終戦を迎えてで解放されるわけだけども、でもそのね、に至るまでにたくさんの仲間たちが死んでるわけですよ、ね、でもやっぱり美しいという単純に感動するのってね、尊いことだなと思ったんだよね。だからその場面がすごく印象的だったわけですよ。であとね、あの映画で僕はあんまり映画っていうものにね、親しんでない人間なんだけども、まあ、何個かね、好きな映画があるわけですね。映画があるわけですよ。で「ショーシャンクの空に」ってですね、有名な映画ありますよね。である一人の青年がですね、無実の罪で過酷な牢屋に入れられるわけですね。もう完全に終身刑ですよ。でその中でまあいろんなことがあるわけだけども、ね、最終的に無実の罪で、だけども理不尽にも、もうね、死ぬまでそこにいろっていう、まあ、釈放されるか分かりませんけどね、その人は、なんとその、なんだろうね、銀行員でいろんなそのマネーロンダリングとかですね、そういったその資産運用のテクニックがあるわけですよ。それを牢屋のですね、館長だったり、そういう人たちにそれを教えてたわけですね。つまり弱みを握ってるんで、まあ、出ることができないというね、そんな立場に、まあ、おのずからその置かれてしまったんでしょうけども、まあ、その代わりなんとなくその中で待遇が良くなったのかもしれませんが、その中でですね、その主人公は、図書係になるわけですね。図書館の係になるわけですよ。その中で、まあ、図書館の、ね、本が少ない、レコードも全然ないと。でこれを充実させたいという、そこにですね、牢屋にいながらも人生のその今生きる、ここの瞬間に生きる意味をそこで見出すわけですよ。でそれで手紙をね、ずっと書き続けるわけですね、外部の人たちに。で10年、ね、20年かかるわけですよ。で20年経って初めてね、本がたくさん寄贈されて、そして好きなレコードが来るわけですよ。その中に、まあ、大好きなモーツァルトの、ね、レコードがあったんでしょう。である日、ね、そのブースに入るわけですね。レコードのブースに入って、ちょっといたずら心でモーツァルトのレコードをかけるわけですね。それはフィガロの結婚というオペラのね、レコードをかけるわけですよ。そしたらその館内ね、そのずっと流れわけですよ、ね、そのモーツァルト、それはちなみにフィガロの結婚のなんかね、浮気しただろうなんだろうっていうですね、非常に下世話な内容なんだけども、その美しさに囚人たちがですね、心を奪われて空をポカーンと見上げるシーンがあるんですよね。でそのシーンがすごく僕は印象的だったわけですよ。でそれでその主人公ですね、お前何勝手なことしてんだっていうことで、まあ、その罰則を受けるわけですね。で2週間の禁錮刑ということで、まあ、その誰とも喋れない独房みたいなところですね、それこそ倉庫みたいなところに入れさせられるわけですよ。で、まあ、2週間経って出てきたわけですね。で仲間たちが、お前大変だったな、何してたんだよって言うんですよね。いや全然大変じゃないんだよ、だって俺の頭にはずっとモーツァルトが流れていたからってわけですね。つまりそういう過酷な環境だってもですね、モーツァルトを聴くというその感動をですね、その瞬間瞬間味わうっていう、これはまあ映画の世界ですんでね、そのフィクションなんでしょうけども、でもやっぱりそのねハードモードであってもですね、その美しいとか感動するっていうこの瞬間を持つというのは、実はそのハードモードを切り抜ける非常に、もしかしたら唯一の方法なんじゃないかなって今思ったんだよね。でこれね、僕昔聞いた話っていうか、まあ 4,5 年前に聞いた話なんだけどね、まあハッピーちゃんってね、結構いらっしゃいますよね、有名な。あ、まあ何回か僕会ってるんだけれども、その初期の頃にもですね。であの人がまだブログを書き始めて、でなんかワークショップを始めたんですよね。ブログ書き始めて半年ぐらいかな。ほんで、まあ今のハッピーちゃんすごい感じなんだけども、まあ、直近なりしろ分かんないけどね、まあ一時期すごい感じだったんだけども、で初めてのワークショップが4人だったっていうわけですね。でその4人がですね、非常にハードモードな人生を送ってるっていうね、カミングアウトがあったらしいんですよ。でその中の人がもう借金何千万か抱えて、もう明日にでもですね、首くくろうかっていう告白をしたわけですね。でその時にハッピーちゃんなんて言ったかというと、あ、そうなんですか、じゃあコーヒーでも飲んで落ち着きましょうかって言ったらしいんですよね。でその時にそれを告白した人がハッとなって、あ、コーヒーを飲むというね、そういったことさえも忘れていたと思ったらしいんですよね。でコーヒーを飲んでスーッと力抜けたと。
で、これはね、非常に話がうまくできてるなぁと、まあ、思わざるを得ないところなんだけども、その後その方はですね、借金が一気になくなるような出来事があって、それからね、本当神を見るような形になったんでしょうね。でもそれはね、人生のメカニズムだと思うわけです。つまりね、ハードモードってやっぱりね、すげえ戦ってるわけで、人とね、頑張ってめっちゃ戦ってるわけですよ。で、戦ってもね、勝つとも限らないわけですよ。だけど戦わないといけないってわけですよね。でもそのハードモードの時に、あえてですよ、いや、ちょっと待てと、戦うのを一度手を止めてみてね、それ襲ってきたらそれは対応しないといけないかもしれませんけども、自分からわざわざ戦いに行くこともなくって、そこで一回ね、その手を止めてみて、で一番いいねコーヒーをねやっぱり飲んでみるとかね、うん、僕はちなみに余談だけど喫茶店でね飲む高いコーヒーね喫茶店とか高級ホテルで飲むコーヒーはねあんまり美味しくないっていうねその経験則があるわけですね、まあ、場所代ということでですよ。それよりもその辺のコーヒー屋さんの方が美味しかったし、まあともかくとしてですよ、まあその美味しいコーヒーを飲むわけですよね。でそのマカロンとかね男は決して食べないお菓子なんだけどさ、ね、1個500円とか1000円とかしちゃうわけでしょ。クソ甘くてなんかケミカルに色してるわけですよ。まあそれでもね、女子的には非常に喜ばれるお菓子なわけですよ。それ食べてみてですよ、ふーっとそのなんか甘みがですね、体から脳から行き渡っていく瞬間があって、ああなんかこういうハードモードなんだけども、こうやってなんかね、美味しいということを味わえる瞬間ってちょっとあったよねというふうに思い出したらいいんです。でそれは例えばモーツァルトね、僕は好きだけど、昔高校の時かな、なんかすごい理不尽なことにあってさ、寮生活で、でもう帰省の間際だったわけね。でも理不尽に帰りたいなとね、ようやく帰れるので、でもめっちゃ理不尽だなと思った時に、ふとね、あこれ終わったらあーモーツァルト弾けるなと思ってさ、そうやってなんか、まあ、小さなことだけどさ、そうやって思ったことあったなって今ちょっと思ったんだよね。そんな意味でですね、ハードモードであってもですよ、UFO を見るね、モーツァルトを聴く、いや J-POP でもいいかもしれないね、絵画を見るでもいいかもしれない、映画を見るでもいいかもしれない、コーヒーを飲む、マカロンを飲むね、なんかカツ丼を食べるとかさ、なんかいろんなね、方法があると思うわけですよ。そうやってふっと落ち着いて体の力抜いてね、ハードモードなんだけども、自分にはこうやってまだ感動できる、落ち着けるね、心を安らげる瞬間っていうのを持ってるんだなと思った瞬間に何かが起こるかもしれない。で何かが起こることを期待してはいけないのかもしれないね。それこそね、そのスピリチュアルアキコさんが言うようにさ、ヤギを見るような感じでさ、ぼーっとするという習慣をね、思い出すね、ハードモードであればあるほどですよ、そういったことっていうのに対する尊さが分かってくるんじゃないかと思います。先ほど言ったビクトール・フランクルの夜と霧ですね、苦しみっていうのは真実への道であるというね、確かそういったニュアンスの言葉はあったと思うんですね。今ハードモードなんだけども、それは人生の意味とかね、まあ、意味があるのかどうか分かりません。でも自分なりの意味を見出して、この人生を何かしらその生まれてきてよかったなとか、ああ俺こういう風な形で生まれてきてんだなみたいな感じで、それが思えるような瞬間を持つって実はイージーモードのゲームにはね、味わえないことなんだなと思うわけ。だから俺はハードモードの人たちっていうのは、僕ももちろん含めてかもしれませんけども、俺はグッドジョブだと思うわけね。うん。今これちょっとね、水割り飲んでんでね、水割りっていうか、これロックだな。なんかちょっと氷がしょぼいんでさ、変な音すんだけどね。冷蔵庫の氷だけども。ね、これ多分ダブルぐらいなんだよね。ちょっと氷だいぶ溶けてくるさ。でもこうやってさ、なんかこうやって、ね、ウイスキー飲んでるって最高だよねと思ったわけ今ね。まあハードモードあるかもしれないけどさ、まあウイスキー飲むのいいし、コーヒー飲むのいいしさ、まあ落ち着いて楽しんでいこうよってことね。ありがとうございました。